ニュースをお伝えします。偉大な金正恩総書記の普及の著作、女性は革命と建設を推し進める強力な力であるの本論は4日、ロシアのホームページイルクーツクブログスポットトーツカルに載りました。偉大な金正恩主席が制定した107周年記念ベラルーシ準備委員会が発足しました。準備委員会は、主席の聖なる革命的障害と不滅の業績をマスコミを通して広く紹介し、討論会など多彩な政治文化の催しを行うことにしました。敬愛する最高指導者金正恩委員長のベトナム社会主義共和国に対する公式親善訪問の成果を祝って、北東山の偉人賞賛の国際祭典、スイス組織委員会、スイス茶山委員会、スイス地質等研究会が3日共同声明を発表しました。声明は、金正恩主席とホーチミン主席によって茶山とベトナムとの関係は友好連帯の関係となった。金正恩委員長のこの度のベトナム訪問は、両国の先代の指導者たちがもたらした友好関係を代を継いで発展させる上で重要な契機となる。両国間の関係発展はアジアの平和と安全を守る上で大きな意味を持つと述べています。12日、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第14期代議員選挙の結果に関する中央選挙委員会の報道が発表されました。報道は、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第14期代議員選挙は、各級人民会議代議員選挙法に徹底的に準じて行われた。宗教の結果、全国的に選挙人名簿に登録されたすべての有権者の 99.99% が選挙に参加して、各選挙区に登録された最高人民会議代議員候補に 100% 賛成投票した。有権者皆はこの度の選挙を通じて、偉大な党の導きのもと、一心団結の力であらゆる挑戦と難関を乗り切り、自分の発展の道のりに沿って力強く進む社会主義我が国家の素顔と明るい未来を誇り示し、共和国公民としての崇高な自覚と燃えるような愛国心を持って、真面目な努力で人民の美しい理想と目標を見事に達成する揺るぎない思考と強い意志を改めてはっきりと示した。こう述べ、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第14期代議員選挙のための国中のすべての区選挙委員会が提出した選挙の結果についての報告を審議し、当選した計687人の最高人民会議代議員を報じました。共和国のリャンガンド釜山青年鉱山で理工の再処理工程を新設し、大きな経済的実利を得ています。空気式不燃機を利用した新工程が構築され、これまで捨てられていた理工を最新に生かし、鉱物を増産できる物質的技術的土台が築かれました。わずか1ヶ月間で理工の再処理工程を構築した鉱山では、設備の運転をスタンダードで行って増産に励んでいます。社会主義諸国に滞在中の海外諸村人が10日最高人民会議第14期代議員選挙のための第10号共和選挙区第39号分区で投票し、投票所を見ました。一行は、この選挙は敬愛する最高指導者金正恩委員長の正しい導きのもと、共和国政権をさらに強め、社会主義制度の優位性を誇り示す有意義な契機になるとし、感動の気持ちを述べました。在日朝鮮人のキム・ソンネさんは、他国で選挙に参加し、世界で一番強かった人民政権を立て発展させた偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記の優しい姿が懐かしくてならない。真の人民政権があるので、在日朝鮮人も異国の地で土の朝鮮の海外公民として尊厳と栄誉をとどろかしていると述べました。在日朝鮮人のキム・ミスンさんは、
世界には国も多く政権も多いが、共和国政権のように人民的な政権はどこにもないと述べました。在日朝鮮人のハン・ヒョンチュルさんは、資本主義社会で普通の人が国技を打ち合わせる一員として選挙されるというのは想像もできないことだ。社会主義の我が祖国は実に勤労者大衆の真の人生と運命そのもので、永遠の未来であることを痛感したと述べました。在日朝鮮人のリー・リヨンさんは、祖国の人民はこの度の選挙を通して社会主義制度の強固さと一心団結の力を今一度誇り示した。まさに敬愛する金正恩委員長に導かれる我が祖国は、民族皆が永遠に抱かれて生きる幸せの我が家だと述べました。国連安保理対朝鮮制裁委員会の不当な行為によって、朝鮮が世界保健機関東南アジア地域総裁を主催できなくなったことを受け、朝鮮民主主義人民共和国のキム・ソン国連常駐代表が11日アントニオ・グテレス国連事務総長に手紙を送りました。手紙は、昨年5月インドで開かれたWHO 世界保健機関東南アジア地域総会第71回会議で、地域加盟国の全会一致によって第72回会議を2019年9月釜山で開催することにした。先日、国連安保理対釜山制裁委員会が釜山での世界保健機関東南アジア地域総会の開催に必要な電子設備の搬入を不許可にして、朝鮮が地域総会を主催できなくなるという世界保健機関史上かつてないアブノーマルな事態が生じた。制裁の触手は、朝鮮に対する国際機構の人道協力はもとより、人々の生命の安全と健康保障を基本の使命とする世界保健機関の正常な活動である国際会議の招集まで妨げている。今、社会と家庭で広く利用されているコンピューターなど電子設備の搬入まで禁じている国連安保理の対朝鮮制裁決議は、まさに現代文明を破壊し、世界を中性的暗黒世界へと逆戻りさせる反人倫の行為だと言わざるを得ない。これは国連加盟国に反対する制裁の範囲がどの程度にまで至っているか赤裸々に見せている。国連は今からでも現情勢と世界の民意に逆らう対朝鮮制裁決議を全面的に検討して、当然の対策を取るべきであろうと述べています。先日、日本内閣の高官がソウルで行われた旧日本軍性奴隷被害者の告別式について、安全妨害、威厳への侵害などと詭弁を弄して世人の怒りを買っています。20世紀に日本帝国主義によってあらゆる精神的肉体的苦痛を強いられた被害者の痛手をまたもやうずかせる高慢無知な言動は、過去日本が朝鮮人民に犯した特大の人権蹂躙犯罪を改めて思い浮かべさせるものです。日本は労働力の挑発と虐待、虐殺を通して朝鮮人の人権を残酷に蹂躙しました。朝鮮の占領以来、侵略戦争遂行の難点だった労働力の充当のため、1910年から1945年まで募集、勤労報告隊、国民徴用の形で朝鮮人民に対する犯罪的な労働力挑発を悪辣に働きました。特に太平洋戦争で敗北の日が近づくと、本土決戦を準備し、地下軍需工場と特攻基地、発電所の建設場、鉄道の各工事場と炭鉱、鉱山などに朝鮮人も手当たり次第連行してこき扱いました。これらのところには何の労働保護施設もありませんでした。1940年から1944年までの間だけでも、北海道をはじめ日本の各炭鉱で命を失われた朝鮮人は6万人余りに達しました。朝鮮国内と日本列島の範囲を超え、東南アジア戦線の占領地でも朝鮮人労働者に対する虐待と虐殺が働かれましたが、ほとんどの労働者と捕虜が工事の途中無残に命を失われました。
以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当は関心でした。こちらは諸村の声放送です。北東側の一人に平安体育館があります。1973年4月の開館からこれまでの数十年間、平安体育館では国内及び国際競技と国家主義の行事が行われました。この体育館にも平安する最高指導者金田委員長の熱い順位を読んでいます。1902年2013年1月、金田委員長は防空地区長の体育館を訪れました。金田委員長は室内の大型電光掲示板の設置と天井の仕上げ、防音装置に至るまで詳しく教えました。また特色を生かして大型時計を設置し、スタンドの椅子も良いものにしようとし、金田体育館を最高のレベルに増改築するための諸問題を教えました。2013年4月、金田委員長はまたもや体育館を訪れました。体育館をつぶさに見た金田委員長は、ドアを上にあるように設置し、階段の欄干のトロフィーをかたどったので、体育館としての風格と人情が生かされる。分けても競技ホールの天井に飾りの金属パネルを設置して室内が明るくなった。床の断層や交換の響きも高いレベルだ。これぐらいならどんな国際国内競技もできると言ってとても喜びました。またフロアのため展示されたスポーツ選手の成果の資料を見たら、スポーツ選手はもとより来客の皆が喜ぶだろうと言いました。金田委員長の献身の努力によって見事に増改築された平安体育館は、今国のスポーツの発展に大いに役立っています。平安体育館をご紹介しました。それまでおいたが、女性が口紅を塗りながら喜ぶだろうと言って明るく微笑みました。また龍の家具の設計と設計の質がとても高いとし、真冬にも暖かく過ごせるよう地球熱空調システムを備えたことに満足の意を表しました。続けて工場の従業員が東北田中寮を労働者の宮殿ホテルと呼ぶというが、従業員が喜ぶなら私も嬉しい、宴会場のような食事室で祝宴も設けようと言いました。このように東北区天然製紙工場の労働者の寮には、労働者を仕立て労働者のためのことでは満足をしかない金田委員長の深い恩情が秘められています。労働者の寮に宿る恩情、登壇してお話ししました。